久保さん。やっぱ少ないとメリットありますよね。まあデメ、デメリットもあるんだけど、メリットもあるっていう。多いとメリットもあるし。うん。だから僕はね、羨ましいと思うのが、なんかね、今、あの、前澤社長がまたなんかサロンみたいなやって、まあコミュニティみたいなやって、月額500円ぐらいでなんか始めたらしいんですよ。で、20万人以上募集集めたらしいんですね。なんで、500円で20万人なんで、1億円ですね。<laughs> もしね、一年間サブスクで500円課金その人たちがしたらいい12億ですね。一瞬で <laughs>。もう10億以上生むっていうね。すごいっすよね。500円だから人数が多いとお客さんからチャージする金額がたった500円でも10億以上稼げるっていうね。<laughs> すごいっすよね。500円で10億か、みたいなね。まあ、月間でも1億ですからね。 すごいですよね。な数持ってるってすごいなーっていうのは感じますけど、でもその分運営が大変になりますよね。20万人以上をこう、こうまとめ上げるってのはすげえ大変だと思うんで、まあもちろん一人じゃ絶対無理だしね。まあスタッフさんいっぱいいるだろうし。うん。だまあ少ないと、まあそういうことはできないですよね。500円で1億とかでね。無理ですよね。<laughs> うん。だけど、その、自分に興味ある人しかもう完全に集まってこないので、 逆を言うと少ないと単価を上げてさらにそのフィルタリングを濃くすれば変な人入んないですよ。本当に。ドリアカも今120万ですけど変な人入んないですよ。だって120万ね、なんか、そう簡単にポンと払えないですから。だからまあ価格を高くすると売りづらいんだけど、まあそもそも僕人数少ないので、まあいいかなっていう感じですね。 まあ久保さんも多分感じてると思うんですけど、感じたと思うんですけど、昔、その3000回ぐらいのセールス動画が回ってね、いっぱい塾生が入った時っていろいろあったと思うんですよ。いろんな人が入ったからね。うん。だからそれはまあ売り上げは上げやすいんだけども、まあ、デメリットもあるんでね。うん。 だからまあ僕もいろんな売り方やってきていろんな価格帯やってきましたけど人数小さくして一人で本当に僕は誰も雇わないし誰もこう大きくやっていかないので自分一人で運営していくってことを考えた場合やっぱ少人数性高単価っていうのはねこれが一番楽でいいですね。 うん。で、もちろん、その、なんだろうな、あの、高額な商品を買えないっていう人たちに安価な商品も売るんだけども、その安価な商品を売る理由はバックエンドを最終的に売るためなので、バックエンドを売るため、バックエンドを買えないっていう人はこっちどうぞみたいな感じでずっと売ってるんでね。まあ、それ、それでいいかなっていう。だからまあ、一部の人がフィルタリングかかって、バックエンド入っていくっていう感じですよね。うん。いってらっしゃい。